地修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは、四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、四日市の知られざる歴史、いやいや知っておくべき歴史として紡績について少しお話をしていきたいと思います。簡単に言えば糸を作るってことなんですけども、紡績がですね、四日市では大正時代から昭和初期ぐらいにかけて、四日市の中でも富田、そして富津原地区を中心に紡績っていうのはね、もう全国でも有数に栄えたところなんです。皆さん知ってましたでしょうか。糸を使った漁網、まあ、製網所っていうのがね、本当にたくさんあったっていうことも聞いております。そこで今回はですね、当時おじいさんが営んでおられたその吉田製網所お孫さん、まあ、なんとかね違った形でもいいので蘇らせたいっていうね、今度熱い思いを持っておられる方ですので、吉田海君っていう方とね、直接その工場に行っていろいろ話を聞いてみたいと思います。はい、ここ吉田製網所さんにね、ちょっとお邪魔をして、四日市の中でもね、これ紡績っていうのは知られざる歴史としてね、いや知っておくべき歴史として皆さんにもぜひお伝えをしておきたいと思います。今日ここ場所を貸していただいたのが吉田海君、この吉田製網所を営んでおられた方のお孫さんに一緒にちょっといろいろ話をしていけたらと思います。後ろにあるのが製網機、当時使われてた網を編んでいく機械なんですよね。そうですね、網って結び目のあるものとないものがあって、はい、うんうん、うちの機械っていうのはその結び目のあるものを、うん、カエル股とか言って、はい、そういう呼び方をするんですけど、なるほど一応変毛器、変毛器ってね、はい、あ、製毛器じゃないよね。そうです。なるほどなるほど。今日はあの感染対策しっかり取りながらですね、ちょっと室内に寝るんですけども、すべてオープンで換気もしっかりしてね、お届けをしていきますので、ちょっとマスクも外してお伝えをしていけたらと思います。吉田君、自己紹介を。どうも、漁網少年こと海でございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。漁網少年。はい、漁網少年っていう、はい、名前で。それはやっぱりおじいちゃんのなんか流れで、わかりやすい方がいいなと思って。なるほど。はい、漁網で、いつまでも少年の気持ちを持ちながらやっていきたいなっていう。なるほどね、はい、初めて出会ったのが多分大学生で、大学生の時からおじいちゃんが営んでおられた製網所を違った形でもいいからこう蘇らせたいっていうね、熱い思いを聞いたのを記憶してて、今は卒業されて、はい、就職されて漁網の営業マンとして、お、その世界に飛び込んじゃったはい、飛び込ん、網に取り憑かれたというか強い思いがね、最初にいろいろ勉強してきたこともあるんで、はい、四日市の中でも富田、富津原っていうところがね、港が栄えてて、漁師さんもね、たくさんいて、船も出てて、で、賑わってる中で、網の工場が100近くあるってなんか聞きましたけど、やっぱそれぐらいあったんですよね、当時は。聞いた話なんで、うん、はっきりはわからないところあるんですけど、そういうふうに聞いてます。当時は、四日市以外でも網を出されてたのかな。もともとは、チリだったり、バンクーバーだったり、ニュージーランドっていった、海外向けに漁網売ってたみたいです。四日市で作った網を、海外に出して、で海外で、まあ、活躍しとったってわけだね。四日市、こう歴史を感じるところの一つですよね。紡績っていうところが、まあ、衰退まではいかないけど、富田とか富津原にあった港が、今の国道23号線の開通とともに、はい、まあ、そういった整備もされて、港での漁師さんも減っていって、はい、網の需要っていうのも減っていったのね、ちょっと読んだことがあるんだけど、はい、道作れ作れっていうのも大事だけど、作ることによって、まあ、弊害も出てくんかなっていうのもね、はい、ちょっと思いながら、吉田さんのところの工場は、いつぐらいまでされてたんですか。10年ぐらい前、7年前に祖父が病気で倒れてしまって、そこからちょっと工場は本格的に閉めるとか、今ここにある機械が3台あるんですけど、もともとは10台以上あったのかな。10年ぐらい前から閉める準備はしてたのかな。おじさん、いくつまでやられたんですか。もう80まで現役で。もう最後の方はここにだけは出す。もうお得意さんの知ってる人のとこだけは出すよと。工場の中いろいろ見させてもらうと、うん、なんかいかにもね、まだ今やってますよみたいなこう機械もね、網がそのまま張ってやったりとか、はい、糸もね、全部こう残ったりするんで、これ今動くんですか。まあ、じいちゃんが最後編もうとしてたやつをそのまま。あ、はい、残してある。残して、で、機械が止まって10年ぐらいになるんですけど、うん、まあ僕どうしてもいつか動かしたいなっていう思ってて、今となってはこの変毛器って、日本に200台ほどしかなくて、もう直せる人っていうのも谷口さんから紹介いただいた方たちぐらいしかいないみたいな。
あ、そうなんだ。中澤くんね。はい、中澤くん貴重なんやね。いや、本当にすごい。ええー、そうなんや。あの人にしか直せない。直せないです。ケツラ、まあ動きますと。あ、動く。はい。修理すれば。はい、おお。意外と、あ、お金かかるんだなっていうのは、いろいろ条件はありますけど、うん、まあ動きますと。僕のじいちゃんが編んでた時の状態そのまま、あれをまた糸を巻き直して、うん、機械を動かせば、うん、編みもまた編み直せるかも。すごいね、それ。いや、本当にすごい感動して。うん、いけるなと。うちの網っていうのは漁業用というよりかはまた違う別の使い方をしないとなかなか難しいのかなっていうところがあって、今僕この腕につけているこれ、まあミサンガ、はい、そうです。お、漁網で作るミサンガで、こういうまあワークショップをいろいろやらせていただいたりと。機械自体はその当時と一緒だけど、編まれていく作られていくものは時代とともに変わっていくというか、はい、イルミネーションを網にライターってすごく綺麗なんですよ。にそれちょっとめっちゃ面白いやん。はい、漁網ファッションショーとかもやったじゃん。やりました。インスタで見たんですけど。ありがとうございます。じいちゃんの作ってた在庫を活用してやってるところはあるんですけど、うん、こういう服に合わせた網が欲しいからとか、うん、こういうインテリアとして使う網が欲しいからって形で、これまた編み直せるなと。なるほどね。はい、漁網の網を使って、はい、YouTube の撮影のスタジオとかね。あ、もう。へえ、面白い。で、まあそのためにまずは今この工場、うん、ここをレンタルスペースとして開放していきたいなと考えていて、網を使って空間を整えていって、うん、そこを楽しんでもらえるような、あ、じゃあおじいちゃんが営まれてたこの工場をこうお孫さんであるカイ君が新たな場所に今新しい血を通わせるっていう、はい、おじいさんが使ってた機械ももちろん残しつつ、なんなら動いてたら、でそれで作ったものがまた今のニーズに合うような、時代に合うようなものに生まれ変わっていくという、はい、いや、それすごい構想やね。ありがとうございます。いろいろ挑戦されたんだよね、クラウドファンディング的なことも。 ありがとうございます。レンタルスペースとして開放していきたいっていうのを言ってるんですけど、うん、そのための準備資金クラウドファンディングを2月の25日に、うん、2月の25、はい、皆さん2月の25、はい、スタートということで、はい、スタートする前の準備期間が大事なんよね、はい、そうなんですよ。いや、でも思いはすごい、なんか共感するというか、そういったおじいさんの思いをね、なんとかこうつなげていきたい。またそのために網屋さんにね、はい、就職をされて、今日どっから来たんやったっけ。今日はあの富山。富山やね。今実は職場は富山やね。富山、はい、で、まあ、土日に大体四日市に帰ってきて、うん、綺麗にしたりだとか、はい、次への準備に向けて動かれてると、はい、四日市の歴史をね、また新たなページをね作っていくっていう一つのねきっかけになったら本当にいいなと思ってます。はい、まあ、この四日市の宝石っていうところをね少し掘り下げていきたいなって思ってる中でね、吉田くんとの出会いもあって吉田製網所にお邪魔をさせていただいて、こう YouTube 撮影をさせていただきました。はい、吉田くんとはこれからもね夢の実現に向けて、こう24歳の生の意見をいろいろ教えていただいて、ちょっと年代は違うけど、ね、四日市を思う者同士、はい、いろいろと協力していけたらなと思います。四日市で栄えていた漁網っていう歴史を四日市の方々に広めていくと同時に、知ってもらいたいね、もっとね、はい、知ってもらっていくと同時に、うん、ここの場所っていうのも四日市の皆さんにとって、うん、まあ、少しでも面白いと思ってもらえるような場所になるように、うん、ちょっとこれからも頑張っていきたいと思います。いやいや、子供たちにもね、こう四日市の過去の歴史っていうのを、ね、目で見て感じていただくっていうのも大事かと思うんで、はい、ぜひそういった場にね生まれ変わっていけたらいいなと思ってますので。ありがとうございます。ではこれで終わりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。失礼します。皆さんいかがでしたでしょうか。吉田海君からおじいさんがね営んでおられた吉田製網所、なんとかね、まあ、違った形でもいいので、蘇らせたい。熱い思いをいろいろと聞かせていただきました。私もね、こう応援できないかなと思っておりますので、皆さんもですね、2月25日から、キャンプファイヤーにて、クラウドファンディングされるそうですので、また詳しいところは概要欄に貼っておきますので、応援していただければなと思います。漁網少年としてもね、YouTube 等を使ってね、されているっていうことですので、YouTube のチャンネルもね、概要欄に貼っておきますので、ぜひまた機会があれば見ていただければ嬉しいなと思います。ということで今日は四日市の、まあ、知られざる歴史、いやいや知っておくべき歴史としてね、この宝石っていうのを取り上げさせていただきました。実はこれでは終わりではありません。まあ、四日市の宝石には東洋宝石のことであるとか、もちろん伊藤伝一さんのことであるとか、渋沢栄一との関係はとかね、次回第2弾をお送りしたいと思っておりますので、そちらの方をまたお楽しみにしていただければと思います。では本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。四日市怪人。
番の大久駅でした。四日市の萬古焼で日本一多く生産されているものはどれでしょう。1急須、2土鍋、3香取豚、4多人鍋。では次の動画でね。